お初公開です。初公開なんですよね。これ実はしれっと、いや雲が初実機プレイということで、いいですね、そうですね、世界初ですね。そうですね、世界初、はい、今回これ同時通訳で海外の方も出てるということなんで、確かに、はい、いやすごい雲やっぱいいですね、これすごいですね。そうですね、このやっぱり明暗の表現っていうのは HD2G ですごい大事なんで、そこら辺はなんですかね、力入れて調整してます。はい、じゃあいろんな街を巡ってみましょうか。たくさんできる時間が許す限り、はい、行きましょう行きましょう、はい、じゃあ今井さんどこに行きたいですか。いやでも先ほどちょっと言ってたな、獣人ですか、ね、はいはいはい、獣人、はい、いるとこをちょっと見ていいですか。行ってみましょうか。ケノモ、ケノモ、わかりやすい、乙母のケノモの村っていうところ、はい、ストトラベルしてみます。いいですね、やっぱここら辺がね早いんですよね。そうですね、確かに早い言われてなんか当然のようにやってたんですけど、いやいや確かに全然本当にストレスないんですよ、やってて待ってくれてるんで、はい、ここはですね、まあ獣人の村と言いつつ、なんか人間も住んでるところがまず右の方にありつつ、なるほど、こっちの方に行くとですね、なんとこんな感じで獣人がいるんですね。はい、獣人結構腰肉がうまいぞとか、結構のんきな種族なんですね。ちょっとひらがなで喋るような、はい、確かに耳が、はい、耳がちょっと、はい、ついてますね。耳とか尻とかがあります。で、まあ獣人はこういう家に住んでるって感じですね。あー、なるほど、村の中でちょっと2つの種族が、そうなんですよ、共存しているというか、共存してるんですね、はい、なんか起きそうですね、もう何か問題起きそうですよ、そんなことしてたら。これでっかい何な種族ですか。これはまあちょっと喋れますよ、喋れますね、喋れるんですけど、ちょっと今やっておきましょう。あれなんだ、すげえ海見てますけど。海見てますね。だね、獣人の子を紹介するときに撮っておきましょうか。そうですね、気になるなぁ。あとはなんかこう、はしごとかも今回は実は細かいんですけど、あって、まあ上下の移動とか、すごい別にここはしごなかったでしたっけ。はしごなかったんですよ、意外に。なかったんでした、はい、ほんと隅々までなんか歩き回れるようになってます。そうですね、あ、なるほど、木の上の町。あと獣人はあれなんですよ、お金でやり取りできないから、腰肉じゃないとやり取りできないとかね。なるほど、効果じゃないんだ。はい、筋肉が通貨になってると。そうなんですよ、この辺りの、まあ、世界観みたいなところも前作にはなかった。前作は本当中世ヨーロッパっていう感じだったので、うこういう街はなかったなっていうところは全く新しい。確かに、そうですね。でも先ほどのキャラクター見てたら世界観結構バラバラでしたよね。そうですね、そうですね、今回は、海を隔てた2つの大陸を舞台としてるんで、そのロケーションとしても前回よりすごく広がりがあるというか、幅広い人たちのお話になってるし、景色もいろんなものがあるかなと思います。少し時間経過して夕方になってきましたね。あ、そうですね、なるほど、自然でもやっぱ時間経過はしてくるんですね。はい、昼と夜っていうのは、はい、ボタンで切り替えるんですけど、こう夕方になったり朝方になったりっていうちょっと自動で時間帯が切り替わる時もあって、まあ、この景色もより楽しめるんじゃないか。あ、これはじゃあ夕方と朝だけのやつもこれあんな、これ。そうですね。そこだけしかのやつもあるぞこれ。早速また別のところに行ってみようかなと思います。行きましょう行きましょう。お、めちゃくちゃありますね、こんな見せていいんですか。まだこれ序盤も序盤です。序盤も序盤ですかこれ。おっとっとっと、結構ありますよ。じゃあ、オアーズラッシュ。オアーズラッシュに行ってます。いや、曲はやっぱもうすんなりこうなんかこう入ってくるんですよね、染みるというかね。なんですかこれ、もう。ここがもう、西部というか開拓してるところですね。はい、銀鉱山が発見されて、そうですね、ラッシュに湧くみたいな。あー、いいですね。あとすごいなんか細かい要素なんですけど、はい、前回はショップの中とかは作ってなくて、ここでショップってなってたんですけど、今回は全部ショップの中きちんと作って、はい、店の中も、そうですね、細かいところなんですけど頑張りました。来ましたね、身長も伸びて店の中も作ったと。はい、そうですね、やっぱり重要大変になったところ。とここでまあなんか曲も聴いてもらいたいんで、時間帯の切り替えもしてみます。ぜひぜひぜひ。ここ今夜の時間帯でこうなってるのがこうなっていくと、明るい曲に切り替わってる。人がいる場所も変わりますね。うわ、全然わかんない。でも全然曲が違うんですよね。全然違いますね。ちょっと前作にはなかったテンションの曲。そうなんですよ。そうですね、まああの西部 その開拓する感じが、はい、それがまあなんかやっぱりワンと同じような音楽をなるべく作りたくないなと思って、で、まあ、世界が広がったんで、なるべくそのいろんなジャンルを作ろうってことで、まあ、その 西部っぽい、まあ、雰囲気のある。でその夜になるとこうしんみり、そうですね、まあ、快活としたメロディーの昼の曲が夜になるとこうしんみりしたアレンジ、それがまあシームレスに変わるっていう。
いやこれは分からなかったな。今も変えましたもんね。今変えましたね。変えることで、まあ、NPC とかも全然配置が変わったりするんで、はい、いやこれ街ごとにというか曲結構書いたってことですか。これ街あれだけでもすごいと多いなと思ったんですよ。だってさっきのそのマップに表示されてた街の数だけでもね、はいはいはい、まあ、それに合わせた曲があってさら、にそれの夜バージョンがあるってことなんでまあ、ちょっと殺す気なのかなって。休んでください本当にもう。でもすごくやりがいあって、あ、本当にあのやっぱりその昼と夜でそのなんか音楽的にこうやれる表現も違うんで、なんかすごくやりがいありましたね。あ、でも錦さん どういった今回はイメージで、やっぱなんとなくこういう街あの現実にあるなっていうところから発想とかするもんなんですか、どうなんですか。まあ、なんかいろいろ例えばなんですけど、はい、その同じその湾と同じその雪の地方でもその湾で表現したことってあったかい雪の感じだったりするんですけど、まあそのシナリオに合わせてじゃあ今回の雪のフィールドっていうのはじゃあそのシナリオあのそのまあ主人公のシナリオがどういう風に展開されて、じゃあそうすると雪のじゃあこういう一面も表現できたらいいなみたいな感じのなんかそういうなんか見た目とそのストーリーのその主人公がその出発する誰が主人公として出発するかでそのフィールドの音楽の方向性もちょっとなんかじゃあこういう風な感じしてみようかなみたいな。ああ、なるほど、うん、だからまあ現実にあるものというよりかはやっぱこのソレスティアの中での街ってこんなイメージなんじゃないかなっていう想像でっていうところが大きかったと、はい、うん、ああすごいな。もういつの間にか次の街に来ちゃった。そうですね、いろいろご紹介しようかなと思ってたんですけど、はい、まあさっきちょっと画面ではやってたんですけどカヌーで今回は水上が移動できたりとか、ね、あと今回はちょっと乗らないんですけど、はいはい、大きな船の要素があったりして、あら、海を渡る冒険みたいなものが期待していただいていいんじゃないかなと。いや、これ今回は乗らないですけどって言っちゃってますからね、もう。そうですね、ちょっとこれも楽しみに。ってことはじゃないですか、乗るってことなんですか。乗るってことですよね。いや、なんかこれ、わかんないですけど、ジオラマ感が感じられるんですよね。ありがとうございます。すごいこう、そう精巧なっていうか、うん、それをなんか動かしてるっていう楽しさみたいのもありますしね。で、今回ここが、まあそうですね、結構都会的な、前回にはなかった景色の街ですね。だいぶ文明が進んで、そうですね、はい、都会と言える。そうですね。こことかもそうですね。大劇場とか夜すごい綺麗だったりするんで。うわ、ここ結構あれですよね、昼と夜で曲変わるんですよね。そうなんですよ。夜はこう、このムーディーな都会の雰囲気があって、まあ、都会なんで、まあ、ちょっとジャズっぽいというか、うん、そういう、まあ、あのワンの頃ってそういう音楽なかったんですけど、そういうジャズっぽい要素ってことで、でまあ、夜なんで、まあ、本当にこうワインこう片手にこう、うん、なんかこうちょっといいムードの、はい、そうですね。はい、それに対して昼の割とアップテンポというか、そうですね、結構昼はそうですね、活気がある、活気がある感じですね。いやでもいい切り替わりですね。 ありがとうございます。切り替わりだけでちょっと一日終わっちゃうかもしれないですね。どれだけ楽しんでもらっても全然いいかなと思ってるんで、じゃ早速あれですね、高瀬フィールドコマンとかもちょっと紹介してみましょうか。そうですね、はい、せっかくなので街の人たちにいろんなことしてみます、はい、そうですね、いろんなことしてみよう。そんな迷惑 YouTuber みたいなのやめてくださいよ。で、まあ、前回と同じように試合っていうのが今回、はい、できるんですけど、今回光はですね、試合で勝つと技を覚えることができるんです。その NPC の使ってる、はい、うわこれは話しかけちゃうぞ、ね、だったりいろんな人。そうですね、でいろいろあったりするんで、今回は、まあ、剣士ってもともとあれですね、武器として使えるのが剣と槍なんですけど、はいはいはい、まあ、そういうところをですね、このこいつ短剣の技を使ってきて、これを覚えることができるんで、これを覚えれば勝負と光はですね、短剣の技がさらに使えるようになる。なるほど、お行くぞ。で、ここ地味にバトル曲初公開なんですよね、実は。バトル曲もちょっと聞きましょう。聞きましょう。プレイしてるんで、はい、プレイしてください。アビリティとかもガンガンやる。いやいいですね。会心の槍、いいですよ。あ、でも結構硬い、手強いですね。今回はそこそこ装備してる武器によって武器のグラフィックも変わりますよね。そうですね。ああ、そうですね。あ、でもちょっとあの底力っていうのがね、はい、見えてますね。底力もうちょっとで紹介します。もうちょっとなんですね。もう出ちゃってますよ。ここからだ。気づいちゃった。これ。
ザ・ブレイク、これが気持ちいいですよね。殿のために。ただこうダイナミックな、そうですね、確かに。でこうやってカットブーストすると入るような感じですね。さあこれで街の人を倒すと、でこれで覚えることができるんで、釣りを、はい、これで探検の技を剣士が使えるというか光が使えるようになったと。これでいつでも使える、使えますね。だこれで意外にこう自分なりのカスタマイズができるってことですね。あとは他にもバトルで役に立つっていうと、このあのアグネアの誘惑っていうところでセッションって書いてあるんですけど、はい、アグネア今回その誘惑してる人がいる状態で、バトルに入って、なんか舞を踊るとですね、はい、一緒にいる人が楽器をちょっと演奏してくれて、はい、セッションしてくれるっていう要素もあって、はいはい、それもなんかお見せしようかなと思うんで分かりやすい。前回戦ってくれましたけどね。でこれとかが祭り節などでは戦うだけだったんですけど、はい、そうですね、ご一緒に。アグネアが踊ると一緒に伴奏してくれるっていう、すごい。行きましょう。まあ、やっぱりここら辺もそうですね、高橋さんと話してて、なんかやっぱりきちんとその主人公踊り子なんで、なんか一緒に何かやってくれると嬉しいよねみたいなことから入ってて、でこれでいつも通りの5人に増えましたね。こうやって増えていくんですね。でどうせなんで、せっかくなんで、あの今回昼のフィールドコマンドもちょっと説明してみようかなと思います。あ、昼じゃない、夜ですね、ごめんなさい。で夜になると今度は、前回商人って、まあ、今回もなんですけど昼は買い取ることができるんですけど、今回お金を渡して雇うことができるようになるんですね。これもまた同じように連れていけるんですけど、パルティティはですね、あの人の商売のなんか才能みたいなものを見抜くみたいなところが特徴としてありまして、まあ、例えばじゃあこの人3600でよろしくね雇うと